週末映画情報シネマキング週末映画情報シネマキング第240回目スタートいたします。案内役は映画でナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人の川本明がお届けします。今回は10月30日金曜日、そして10月31日土曜日、合わせて10作品以上紹介していきます。まず最初に紹介するのは罪の声、ウリシュン、星野源ダブル主演の罪の声から紹介いたします。最初に紹介するのは罪の声。この作品は小栗旬と星野源をダブル主演に起用し、2016年瞬間文春ミステリーベスト10で第1位を獲得するなど高い評価を得た塩田武のベストセラー小説を映画化したものです。主人公の新聞記者阿久津英司を小栗旬、もう一人の主人公曽根俊也を星野源が演じています。未解決のまま時効となった大事件をモチーフに、綿密な取材と着想が織り交ぜられたミステリーサスペンスです。罪の声、10月30日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはとんかつ DJ あげ太郎。この作品はテレビアニメ化もされたイーピャオ小山雄二郎の人気ギャグ漫画を実写映画化したものです。主人公のあげ太郎を演じるのは君の水蔵を食べたい君は月夜に光り輝くの北村匠海。あげ太郎が憧れるヒロインを暗殺教室東京グールの山本舞香、あげ太郎のライバル DJ を今日から俺は悪の花の伊藤健太郎が演じています。とんかつ DJ あげ太郎、10月30日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはウェーブサーフィンやっべ第3章。この作品はサーフィンに全てをかける若者たちの青春を描いたメディアミックスプロジェクトウェーブ。主人公の日向岡正樹が転校生秋月翔と出会い、サーフィンにのめり込んでいくイケメン男子たちの群像ドラマの劇場アニメ3部作の第3弾です。ウェーブサーフィンやっべ第3章、10月30日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはパピチャ未来へのランウェイ。パピチャとはアルジェリアの言葉で自由な女性を示す。本作はアルジェリアで1991年に始まった内戦暗黒の10年を舞台に、イスラム原理主義による女性弾圧の真実をファッションデザイナーを夢見る少女の視点でみずみずしく描いた真実から生まれた物語です。パピチャ未来へのランウェイ、10月30日金曜日よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのは UFO 真相検証ファイルパート2カメラに映った宇宙人たち。この作品は様々な UFO 及び宇宙人たちの姿を捉えた決定的瞬間を集め再検証していくドキュメンタリー映画です。アメリカ国防総省が本物と公表した米空軍撮影による UFO や電柱の影から時空を超えて現れる宇宙人を捉えたメリダの宇宙人など数々のスクープ映像が登場します。 UFO 真相検証ファイルパート2カメラに映った宇宙人たち、10月30日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのはメイキングオブモータウン。この作品は音楽通には知らぬもののないモータウンレーベル、マイガール、プリーズ、ミスターポストマン、ヒートウェーブ、愛はどこへ行ったのなど1960年代から70年代にかけて米国のチャートに多くのヒット曲を送り込んだレーベル。この企業理念や制作のシステムを掘り下げていきます。メイキングオブモータウン、10月30日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのは生きちゃった。この作品は船を編む映画夜空はいつでも最高密度の青色だの石井優監督のオリジナル脚本作品です。主演を務めるのは映画舞台ドラマなどの出演オファーが相次ぎ、数多くの映画監督から愛され、インデペンデント映画から大作映画にまで幅広く出演し、松田くんの世界に続いての石井組となる中野大我です。生きちゃった、10月30日金曜日より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのはストレイドッグ。
この作品はロサンゼルスを舞台に一人の女性の過酷な運命を描いたフィルムノワールです。主人公のエリンを演じるのはオスカー女優のニコール・キッドマン。特殊メイクを施して顔形を変え、激しい暴力シーンや銃撃戦に体当たりで熱演しております。ストレイドッグ、10月30日金曜日より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのは劇場版ヨナス・カウフマンウィーンコンサート。この作品はドイツ出身の人気テノール歌手ヨナス・カウフマンが音楽の都ウィーンで行ったコンサートの模様やオフショットを収録。プラハ交響楽団の演奏に乗せ、ジェイ・シュトラウスのコウモリやレハールのメリーウィンドウなどウィーンで生まれた名曲を披露します。劇場版ヨナス・カウフマンウィーンコンサート、10月30日金曜日より東方シネマズ名古屋ベイシティにて公開です。続いて紹介するのはザ・ハント。この作品は富裕層が娯楽として人間狩りを行う、その過激で残忍な描写も含め政治的陰謀論のはびこるアメリカ社会への痛烈な風刺から全米で物議を醸し、一度は公開中止に追い込まれた戦慄のサバイバルアクションです。ザ・ハント、10月30日金曜日より東方シネマズ名古屋ベイシティにて公開です。続いて紹介するのはザ・グラッチ、狩猟の住む屋敷。この作品は狩猟の腹渡スパイダーマンシリーズのサムライミが制作を務め、森林地帯で車に乗った状態の変死体が発見されるところから物語がスタートする呪いをテーマに展開する戦慄のホラームービーです。ザ・グラッチ、狩猟の住む屋敷、10月30日金曜よりイオンシネマ名古屋茶屋ほかで公開です。続いて紹介するのはムヒカ、世界で一番貧しい大統領から日本人へ。この作品は第40代ウルグアイ大統領ホセ・ムヒカを日本人若手監督が追ったドキュメンタリー映画です。ムヒカの発言に魅せられた田部井和正監督が何度もウルグアイに渡り取材を重ね、彼の生き方や言葉に触れながらムヒカと日本の知られざる関係を紐解いていきます。ムヒカ、世界で一番貧しい大統領から日本人へ、10月30日金曜日よりセンチュリーシネマにて公開です。続いて紹介するのはウルフウォーカー。この作品はアイルランドのアニメスタジオカートゥーンサルーン最新作です。眠ると魂が抜け出し狼になるウルフウォーカー、中世からアイルランドで密かに伝えられてきた伝説をもとに描いたウルフウォーカー名舞と少女ロビンの物語です。ウルフウォーカー、10月30日金曜日より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのは映画プリキュアミラクルリープ、みんなとの不思議な一日。この作品は人気アニメプリキュア劇場版シリーズの通算28作目です。2018年放送のハグッドプリキュアと2019年放送のスタートゥインクルプリキュアが共演。13人のプリキュアが巻き起こす不思議な一日からの脱出大作戦が始まります。映画プリキュアミラクルリープ、みんなとの不思議な一日、10月31日土曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはジャストアナザー。この作品は2020年で結成38年を迎える名古屋を拠点に活動する日本を代表するパンクバンドザ・原爆オナニーズを追ったドキュメンタリー映画です。60歳を超えた今でもパンクロックをやり続けている彼らの真実が本人たちによって明かされていきます。ジャストアナザー、10月31日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのは靴ひも。この作品は母の突然の死により約30年ぶりに同じ屋根の下で暮らすことになった父と息子のドラマで、複雑で普遍的な親子の愛想と予測のつかない展開で本国イスラエルやアメリカで大きな感動を呼んだ作品です。靴ひも、10月31日土曜よりメイン小劇場にて公開です。続いて紹介するのは劇場版忍者ジャジャマルくん。この作品は1985年のテレビゲームブームを皮切りに今でも一部マニアの心を捉えて離さない名作レトロゲーム忍者ジャジャマルくんをまさかの本気で実写化したものです。劇場版忍者ジャジャマルくん、
10月31日土曜よりシネマスコーレにて公開です。はい、いかがでしたでしょうか。今回もいろいろな作品を紹介してきました。鬼滅の刃の大ヒットで劇場にも人がたくさん戻ってまいりました。皆さん、新型コロナウイルス感染症に気をつけて、ムービーアットシアター、映画は映画館で見るために作られております。皆さんも映画館で映画でしてみてください。それでは